7人組グループウエストが8月17日に開催されるサマーソニック2024の大阪エアステージ、18日に開催される東京マリンステージの両メインステージに出演することが発表された。4月23日に CD デビュー10周年を迎えたウエストは初のベストアルバムアワードを掲げ、 旧都市33公園で34万6000人を動員するアリーナツアーウエスト。テンスアニバーサリーライブツアーアワードを開催している。夏には38万人を動員する三大ドームツアーウエスト。ドームツアーアワード 10th アニバーサリー a 大阪、福岡、東京の開催も発表している。 10周年を記念した最新シングルでは、スーパービーバー柳沢良太からの4度目の楽曲提供となる、ハートがデビュー曲、A じゃないかとともに、ザ・ファースト・テイクで披露され、ライブ感あふれるパワフルなパフォーマンスと、純粋に音楽を楽しむ彼らの姿に大きな反響が寄せられた。また、ウエストの楽曲にビートボックスやオーケストラ、 和楽器などの多ジャンルの第一人者が劇的なアレンジを加え、1カメ一発取りでパフォーマンスする10周年記念番組 D×WEST。TVer 配信中でも新たな一面を提示し、視聴者に驚きを与えた。型にはまらない挑戦と、時を重ねるほど進化し続けているウエストの音楽は、 着実に耳の肥えた音楽ファンたちを巻き込んでいる。そして、7人は10年の間に培ってきたパワーを爆発させるべく、2回目の出演となるサマーソニックのステージへ。さらに大きくなったウエストが、東京、大阪のメインステージで熱量高く大暴れする姿が期待される。作曲家の木田太郎さんが14日、亡くなった。 93歳だった。15日、所属事務所の公式ホームページで発表された。ホームページでは、弊社所属の作曲家木田太郎先生が2024年5月14日逝去しました。生前のご講義に、審査しつつしんでご報告申し上げます。 葬儀告別式につきましては、個人の意思により、近親者のみで執り行いました。と伝えられた。その上で、これまでお世話になった関係者の皆様、応援してくださったファンの皆様に心より感謝、お礼申し上げます。これからも、木田太郎先生の作品が皆様に愛され続けることを切に願います。と呼びかけた。 木田さんは、1930年12月6日生まれ、兵庫県宝塚市出身。アホの坂田、コメディナンバーワンのテーマをはじめ、カニ道楽、551放来、食い倒れなどの CM ソングを手掛け、何話のモーツァルトとして、関西でこよなく愛された。このほか二次のワイドショーや、 プロポーズ大作戦などの番組ソングも担当した。ユニークな語り口で探偵。ナイトスクープ最高顧問を務めるなど、障害現役を通した。報告全文。弊社所属の作曲家木田太郎先生が2024年5月14日成去しました。生前のご講義に、審査しつつしんでご報告申し上げます。 葬儀告別式につきましては、個人の意思により、近親者のみで執り行いました。なお誠に勝手ながらご講殿奥くげごく持つにつきましては、ご辞退させていただきます。これまでお世話になった関係者の皆様、応援してくださったファンの皆様に心より感謝、お礼申し上げます。これからも、木田太郎先生の作品が皆様に、 愛され続けることを切に願います。株式会社ワイドウィンドウズ。代表取締役篠原義彦、円広氏。株式会社オフィストンで。代表取締役斎藤はじめ。キスマイ FT2 の最新アルバムシノプシス、シノプシスが週間 125,971PT を記録し、 5月16日発表の最新オリコン週刊合算アルバムランキング5月20日付で自身通算4作目となる1位を獲得した。週刊ポイントの内訳は CD125,971PT デジタルアルバム顔文字困るストリーミング同日付オリコン週刊アルバムランキングにおいて 初週12.6万枚を売り上げ、初登場1位を獲得。この CD 売り上げ枚数のポイントのみで合算アルバムでも1位となり、オリコン週間音楽ランキング2巻を達成した。その他最新の週間合算アルバムランキングでは、2位にセブンティーン、セブンティーンベストアルバム、十七イズライトヒアーがランクイン。 本作は、同日付、週刊アルバムランキングにおいて2位にランクイン。CD 売上枚数のポイントが牽引しつつダウンロードのポイントも積み上げた。続く3位にはケップ1 e r ケップ1 g o i n g がランクイン。本作は同日付、週刊アルバムランキングにおいて3位にランクイン。 CD 売上枚数のポイントが牽引しつつダウンロードのポイントも積み上げ、自身通算2作目のトップ3入りを記録している。オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル、単曲、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージック DVDBD の8ランキング、合算アルバムランキングとは、 合算ランキングとは CD の売り上げ枚数、デジタルダウンロードの DL 数、ストリーミングの再生数を合計した音楽ランキング。オリコンでは CD ランキング、デジタルダウンロードランキング、ストリーミングランキングをそれぞれ発表した上で、それらを総合したオリコン合算アルバムランキングを発表。詳しい集計方法は弊社ウェブサイト、 オリコンニュースを参照 PT ポイント。今年度は2023年12月25日付よりスタート。週刊合算アルバムランキングは2018年12月24日付よりスタート。クレジットオリコン調べ2024年5月20日付集計期間2024年5月6日から5月12日。 5月17日21時58分より放送の酒のつまみになる話、富士テレビに INI の西工人、キスマイ FT2 の二階堂高志らがゲスト出演する。今回の放送は、第五、千鳥、フットボールアワー、後藤テルモと岩尾望むに加え、ゲストには西と二階堂のほかアンリ、ボル塾、 博多大吉、博多花丸、大吉が登場する。二階堂は番組内でタオルの質感へのこだわりを語り、皆さんはタオルの好みはふわふわ派かパリパリ派どちらですかと質問。二階堂自身はパリパリ派だと言い、タオルをパリパリにするために工夫を凝らしていると明かす。対して大吉はふわふわ派と言い、 そこから謎のタオル論争へ発展。スタジオには二階堂がパリパリの極みまで育て上げた理想のタオルも用意され、アイドルの力作に対するスタジオメンバーの反応がオンエアされる。一方、西は僕はグミが好きと唐突に切り出し笑いを誘う。そんな西にはとある忘れられないグミがあるそうで、 皆さんには復刻してほしい忘れられないお菓子はありますかと問いかける。アンリは、ハーゲンダッツのあるフレーバーが忘れられないと語り、爽やかさとまろやかさが共存した幸せの味、と表現するほどのフレーバーについて熱弁。その他、ピエネッタ、ビッグワンガム、ヤンヤンつけ棒など、子供時代を思い出させるお菓子の名前が続々と登場する。 また、アンリのあの時やの選択をしていたら、という話や、大吉の34年間気づけなかった相方花丸の本心などの話題も、お酒を飲みながらのトークだからこそ飛び出す、ゲストたちの本音トークが繰り広げられる。番組情報、酒のつまみになる話、フジテレビ、放送美事、 2024年5月17日、金曜日、21時58分から22時52分。毎週金曜21時58分から22時52分放送。出演者、第五、千鳥、フットボールアワー、後藤輝元、岩尾望む。ゲスト、五十音順小学校終わりコロン案里、ボル塾。 二階堂隆史、キスマイ f t に成功人 INI、博多大吉、博多花丸大吉。Perfume が6月から開催のアジアツアー、Perfume COD3 of p ンルファムサン ZOZ5 アジアツアー2024に先駆けて、新曲ザライトを5月24日に配信リリースした。 2024年初となる新曲、ザ・ライトは、物語が始まりそうなイントロと疾走感のあるサビで、SF 映画のような世界観が繰り広げられる楽曲。配信リリースの発表とともに公開されたジャケットアートワークも、楽曲のサウンドを象徴するようなスペーシーなクリエイティブデザイン取り入れられている。そして、 6月より開催のアジアツアーパフューム COD3 of p ンルファム 3ZOZ5 アジアツアー2024では香港、上海、台北、バンコクの4都市をめぐり香港は2012年パフュームワールドツアーファースト以来上海、台北は2019年のパフュームワールドツアーフォースフューチャーポップ以来 そしてバンコクでは初の開催となる。また本日5月16日、自身がレギュラーを務める FM800 に、ロックキッズ800に、オチケンゴーズオン。NEXT TO YOU にて楽曲フルサイズが発音エアされる。リリース情報パーフューム、ザライト、5月24日、金曜日、配信リリース。 ダンスボーカルグループの超特急が16日、公式サイトを通じて、チケット転売、譲渡に注意を啓発した。公式サイトでは、超特急のライブのチケットに関しまして、公式以外のサイトをはじめ、お客様まで取引が行われているというご報告を多数受けておりますとし、都市 営利目的及び販売価格を超えて高額での転売譲渡の行為は一切禁止となります。公式からご案内するプレイガイドやチケットトレード、リセールサービス以外でご購入されたチケットは無効となりますと明示。その上で、チケット流通センターやチケジャムなどのチケット転売サイトは、 公式が認めるプレイガイドではありませんので、ご購入されないようご注意ください、と呼びかけた。そして、転売されている座席が特定した場合、座席は閉鎖させていただきます。また、その座席に来られた方は、係員からお声がけさせていただき、公演中であっても退場していただきます、と対応を明示。 チケットが不正に取引されていると発覚した場合、販売者及び買取者の今後の全てのイベントへのご参加をお断りさせていただくとともに、ファンクラブ会員である場合は、強制大会とさせていただきます、と伝えた。チケット転売、譲渡につきまして、全文。超特急のライブのチケットに関しまして、公式以外のサイトをはじめ、 お客様まで取引が行われているというご報告を多数受けております。営利目的及び販売価格を超えて高額での転売、譲渡の行為は一切禁止となります。公式からご案内するプレイガイドやチケットトレード、リセールサービス以外でご購入されたチケットは無効となります。 チケット流通センターやチケジャムなどのチケット転売サイトは公式が認めるプレイガイドではありませんのでご購入されないようご注意くださいご来場が難しくなった場合は公式から案内するチケットトレードリセールサービスをご利用くださいまたチケットをご購入希望される方は公式のプレイガイドローソンチケットピア e プラス、各地イベンター会社での販売、公式からご案内するチケットトレード、リセールサービスをご利用ください。詐欺などの予期せぬ大きなトラブルに発展しないよう被害を未然に防ぐためにも、公式以外での転売サイトやオークションサイト、お客様までのチケットのご購入、販売は絶対におやめください。 転売されている座席が特定した場合、座席は閉鎖させていただきます。また、その座席に来られた方は、係員からお声がけさせていただき、公演中であっても退場していただきます。チケットが不正に取引されていると発覚した場合、販売者及び買取者の今後のすべてのイベントへのご参加をお断りさせていただくとと,ともに、 ファンクラブ会員である場合は、強制大会とさせていただきます。皆様が気持ちよくライブに来ていただくためにもご理解ご協力を何卒よろしく、お願いいたします。